成田長地下。成田長地下は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。成田康樹の着男。関東名は、大倉大輔。妻は、遠山東九郎、遠山綱影の子の娘。天文15年、1546年、成田康樹の着男として生まれる。明確な時期は定かでないが、成田町大の移行により、遠山東九郎の娘。 1547年、天文16年生まれと推測されると結婚し、長男、長期、1567年、A60 年生まれ、次男、安江、1574年、天正2年生まれを設けた。天正2年、1574年の羽生城、現在の埼玉県羽生市をめぐる上杉勢との戦いの後、同年うるう11月に、 上杉謙信の命により、道場が破却され、上杉勢が撤退すると、羽生領の支配権は古法上方についた成田市長、長地下の重慶に先行として与えられた。市長は城を集築した後、家臣を配置したが、関八州古戦六によれば、市長即成田大倉将有、桜井隼人さをもって、羽ブの敬護をなさしめりとあり、日本城格体系では、 成田大倉将有を長地下としている。一方、成田経図や、市林祖によれば、数々の軍港ありとのみ記されている。天正六年、1578年の成田五家臣文言庁、柴崎家文書には、市長配下の十一人の家門侍の一人として、永三百貫成田大倉と記されている。また、天正年0五百八十二年の成田文言庁には、 A300 巻成田大内蔵長林の名が記されているが、これも長地下と推定される。天正18年、1590年、豊臣秀吉による小田原征伐が始まると、当主の市長は、北条氏に味方して、小田原城に牢城したが、成田氏の本拠、尾市城、現在の埼玉県行田市は、長地下の父、大輝が城代を務め、 五百余世の兵と城下の民たち合わせて三千人が立てこもった。秀吉は武蔵国の岩月城、現在の埼玉市岩月区が落城すると、道場の攻撃軍を率いた浅野長政と木村茂ここの両名に対して、上杉京と前田利恵ら北国勢と共に早急に八方城、現在の埼玉県寄居町を行為するように命じた。一方、秀吉は、 おししろせめの大将に、石田三成を任じると、佐竹義信、宇都宮国綱、結城晴とも、田谷重紬、水谷勝都市、佐野坊津奈来北関東の諸将を、はじめに万四人の軍勢を率いて進行した。これに対し成田方は、成田経図によれば、本丸に、大輝、持田口に長近と新太、日立守る、下人口に、本城越前守る、皿尾口に、 成田と佐藤、田山又十郎、行田口に、松岡豊前と、山田川内守、坂巻幸恵を友軍に配置、押城戦記によれば長野口に、吉田泉守と、柴崎泉守、沢口に、正木、丹波守、下人口に、坂巻幸恵、行田口に、島田では守るらを配置するなどして、城の防備を固めた。成田記によれば6月7日に、 上代の大気が休止したため、奥方、大田助政の娘は、海姫と相談の上、一門と家臣を集め、長地下を総大将とすることを命じたと記されている。一方、秀吉は三成に対して、お市場水攻めのための様々な施策を指示しており、6月13日、7月14日、月の三成から朝の、木村の両名に宛てた書状には秀吉から、 忍の城の儀、お手筋を持って大方アイスマスについて、先手の者引き取るべきの良し、大瀬をこう無理行と指示があったと記されている。三成の築いた包みは、石田包みと呼ばれ、全長十四キロメートルとも二十八キロメートルとも、言われる。成田経図によれば、長地からの計略により水に慣れた者をシニアに、城の外に出し、格外の包みを断ち切ると水を敵陣に注いだ。 水は逆行して敵陣が、標敵したが、上中は、小勢ゆえに城を出て、敵を撃つことは叶わずと記されている。6月下旬、秀吉の命により八型城攻略を終えた、浅野中政の軍勢が援軍として差し向けられると、7月1日、7月31日に、皿小口を突破し上兵の首を30余りほど、撃ち取る先行を挙げたが、秀吉は、 長政の先行を称しつつも、あくまでも水攻めを行う旨を伝えた。7月6日、8月5日、小田原城の落城後も抵抗を続ける忍部城に、大使、秀吉は、木村茂子,子上杉景勝、山崎県家に対して、押し城攻めに参陣するように命じるとともに、包みをより頑強に集築するように命じた。一方、寄せ手の側も多数の負傷者を出していたが、 成田経図によれば、坂巻幸恵の計略によるもの、押市場戦記によれば、正木、丹波守らの火星によるものと記している。成田経図によれば、押市場の抵抗が続く中、当主の市長は、老城軍を説得するため家臣の松岡岩見守る、秀吉の家臣、神谷貧乏神を派遣した。長地からは、三成や長政ら工場側からの、 退場の際に運び出せる荷物は数とにつきば一等分という条件に反発し、牢状を継続する構えを見せたが、秀吉の仲裁により会場を決意したと記されている。お市場の会場後、市長は領地を募集されがもう宇治里の下に身柄が預けられることになり、宇治里が欧州市沖によって、道の区国会津に違法されると、これに従った。宇治里の下、 天正19年、1591年の久の部、正さの乱に参陣するなど、着実に功績を挙げた、市長は下谷国から須山城に満国を与えられ、再び大名となった。こうした中、成田氏の家臣団は、市長に同行し、カラス山藩主となる者、市長と田元若千代市城の診領主となった、松平忠義の家臣となる者、在地に泊まり機能する者などに分かれた。 忠義の家臣となった者の中には、長近の長男、長期や、お師匠の戦いに参加した、田山又十郎も含まれている。成田慶次によれば、京都に上落した市長は、浅野長政と石田三成に会い、お師匠の戦いの際、成田氏と同姓の持ち口の者と、密かに内通したが、ゆえあって暴略は行われなかったという話を聞いた。市長は、成田を見守る。 市長のおじの逆信を知らず、長近に疑いの目を向けた。これを知った長近は、カラス山を去りるろうのみとなった。市長は後に、大見守るの逆信を知ると、大いに後悔し、長近に書状を送り陳謝したが、長近はこれに従わなかったと記している。一方、段家府には、小田原落城五郎人とのみ記されている。成田経図によれば、 市長からの謝罪を断った後に提発して、G.A. ひ氏と合し、尾張国にて隠居したと記されている。なお、尾張は、長男、長期が仕えていた、松平忠義が、慶長六年、1601年に、関ヶ原戦いの先行により違法された地であるが、長近は息子に従って、尾張に移り住んだものと考えられる。慶長十七年十二月四日、 1613年1月24日、死去。67歳坊津。法名は、青岩義家や安守。菩提寺は、愛知県名古屋市中区大須にある太鼓院で、坊碑は、畜作にある平和公園の太鼓院墓地にある。なお、市長の家系は、カラス山藩時代に、家督争いが起こり改役されたが、長地下の家系はその後も終わり藩主として受け継がれた。 出店。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。